ドバルダン、こんにちは。クロアチア旅ソムリエ政府公認観光ガイドのゆきこです。今日はクロアチア観光でも人気見どころスプリットパート3をご案内します。前回のスプリット観光必見スポットパート1では、世界遺産ディオクレティアヌス宮殿の概要、リバ、地下宮殿、ペリステリを、パート2では引き続き宮殿内に位置する大聖堂、鐘楼、洗礼室、ベスティブル、回廊、東の門、青空市場とスプリット観光のコツをご紹介しましたが、このパート3では金の門、グルグユルニンスキの像、国民広場、西の門、果物広場、魚市場、マルモントバ通り、共和国広場、マリアンの丘などをご案内します。北側にある金の門はディオクレティアヌスの故郷でもあったローマ帝国の州都サロナに続く道があったため正門とされました。正面のアーチ型のくぼみには最高神ユピテルと聖帝2人、副帝2人の像がありました。ディオクレティアヌス帝の時代には皇帝とその家族だけが使うことができたそうです。門は二重になっていて、襲ってきた敵を封じ込め上の隙間から攻撃できるようになっていました。金の門の前に立つこの大きな像はグルグルニンスキの像です。グルグルニンスキは10世紀当時クロアチア王国の都として栄えた町、ニンの司教、クロアチアの全教会の長でした。当時教会のミサで使われていたラテン語ではなく、地元の人が理解できる言葉クロアチア語を使い、グラゴール文字で聖書を書きましょうと訴えた人です。銅像はイヴァン・ベストロヴィッチの作品です。ベストロヴィッチはクロアチアの有名な彫刻家で、クロアチアのロダンと言われています。足の親指を触ると願いが叶うと言われていて、みんなが触るためピカピカに光っています。実はベストロヴィッチが作ったグルグールニンスキの像はクロアチアには全部で3体あり、いずれも親指がピカピカに光っています。結構ご利益があるようで、私が知っている旅人は1度目は結婚、2度目は子宝の願いが叶い、現在は3度目の訪問を計画されているそうです。ここからは水道橋が見えます。これはローマ時代に作られた水道橋で、ヤドロ川から3850メートル伸び、ここに繋がっています。ローマ時代1000人くらいしか住んでいなかった宮殿に4万人分の水を供給していました。水道橋の一部はパイプだけ変えて現在も使われています。地元の人はピアッツァと呼んでいる国民広場は、中世の時代から町の中心の広場です。100年以上町の政治及び生活の中心として栄えていました。ベネチアゴシック様式の旧市庁舎も14世紀に建てられました。壁に埋め込まれたこの紋章は14世紀当時のものです。 2,3 階は19世紀に修復され、当時のまま残っている部分は1階のロジアの部分のみです。現在は展示施設として使われています。国民広場のすぐ横にあるのが鉄の門と呼ばれる宮殿の西の門です。西の門の上には15世紀にルネッサンス様式で作られた時計台があります。24時間式の時計で、現在も正確な時刻を告げています。宮殿のすぐ西側、リバから入ってすぐのところにあるのが果物広場です。中世はここに青空市場があったのが名前の由来です。場所が足りなくなったため、現在市場は宮殿東側に移設されています。広場にはイヴァン・メストロヴィッチが作ったマルコ・マルリッチの銅像があります。マルコ・マルリッチは14世紀後半から15世紀初頭のルネッサンス時代の作家で、クロアチア文学の父と呼ばれています。ラテン語だけでなく母国語のクロアチア語など多言語で作品を書きました。フランシスコ・ザビエルが1549年に日本に上陸した時にマルコ・マルリッチの本を持っていったという説もあります。日本語に翻訳されている本もあり、スプリットと日本のつながりは中世から始まっていたのかもしれません。スプリット生まれの歴史的人物マルリッチは500空な冊の図柄にもなっています。裏面もスプリットを代表するモチーフ、ディオクレンティアヌス宮殿と洗礼室の洗礼版のクロアチア国王が描かれています。魚市場ではアドリア海で水揚げされた新鮮な魚介類が売られています。120年以上前のオーストリア・ハンガリー帝国時代に
ウィーン分離派様式で建てられました。青空市場から離れて魚市場だけここにあるのには理由があります。隣に硫黄温泉が湧いており、硫黄の匂いでハエが寄りつかないからと言われています。この温泉施設は医療用のみに利用されています。リウマチを患っていたデュークレンティアヌス帝がこの地を選んだのもそのためと言われています。マルモントバ通りは短いナポレオン統治時代に整備された通りです。マルモントバというフランス時代のダルマチア総督をしたフランス人の名前がついています。フランス支配時代は7年と短かったのですが、道路や学校、公園の整備など現在のスプリットの発展に大きく影響しています。現在はショッピングストリートになっています。共和国広場は19世紀から20世紀にかけてベネツィアのサンマルコ広場をモチーフに作られました。現在はレストラン、宿泊施設などがあり、野外コンサートなども催されます。ここからは中心部から少し離れ、時間に余裕があるときにおすすめのスポットをご紹介します。マリアンの丘に行くと展望台からスプリットを一望できます。展望台はリバから歩いて15分ほどです。階段が展望台まで続いています。ここのカフェで街を眺めながら飲むドリンクは絶品です。タクシーでも行けますが、旧市街を通れないので回り道しなければならず高額になります。このエリアは半島全体が自然公園に指定されており、散歩やジョギングを楽しむ人が多いです。街に西日が当たる夕方がおすすめです。ウェストリバは2018年から19年に開発されたばかりの新スポットです。開放感があり、散策に気持ちのいい場所です。カフェやベンチでくつろいだり、散歩やジョギングを楽しんでいる人が多いです。リバの人混みに疲れた時におすすめです。6から10月にはスプリットのサンセットクルーズも人気です。1時間半から2時間のクルーズで、海上から眺めるサンセットは格別です。最高会社によりますが、30人くらいのサイズの船でドリンクやおつまみがついたり、生バンドもあって楽しいです。港で申し込みできるほか、事前にネット予約もできます。バチビチは旧市街から徒歩10分で行けるスプリットのメインビーチです。アドリア海岸では珍しい砂浜の遠浅のビーチです。ピッツギンというこのバチビチビーチ発祥の伝統球技が年中行われています。海岸沿いに伸びる散歩道にはカフェもあり、休憩しながら海辺を楽しめたい方に人気があります。1929年に作られたグルグールニンスキの像は、実は最初はペリスリに設置されていました。しかし第二次世界大戦の間は切断され、隠されていたのです。当時スプリットはイタリアの支配下にあり、ラテン語ではなくクロアチア語の使用を主張した彼は、クロアチア国粋主義の象徴とみなされたためです。戦後溶接され、今の場所に設置されましたが、切断された跡が今でも残っています。近年改修のため銅像を切断したら、中からクロアチアの蒸留酒ラキアの当時のボトルが出てきたそうです。作業員がお酒を飲んで精をつける口実にするのは、今も昔も変わらないのですね。スプリット必見スポットパート3、いかがでしたでしょうか。旅先から帰った後で見落としたとならないよう、本編でご紹介した見どころチェックリストもご用意しました。詳しくは概要欄をご覧ください。クロアチア旅ソムリエでは、大人のためのクロアチア旅行お役立ち情報をお届けしています。この動画がお気に召していただきましたら、チャンネル登録して応援していただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画まで、さようなら。わーらー、ドビジェーニャー。